間食とは、毎日の規則的な食事の間にとる、補助的な食事である。日本においては、かつて朝夕二度の食事であった時代には、夜間労働や激しい労働を行う者が、昼や深夜に必要に応じてとった三食目の食事のことを間食と称していた。平安時代の演技式にも、間食に関する規定が設けられている。 1>, 1日3度の食事が通常となった江戸時代以後も農村部では激しい労働に耐えるために間食をとることがあった。東日本ではこびる、西日本ではけんずいと呼ばれ、朝が早い夏季に朝食前の早朝仕事を行う、際に仕事前に食べる食事を茶の子、反対に夜が長い陶器に夕食後の夜鍋仕事を行う際に仕事後に食べる食事を夜食と称した。 ついたちの生活リズムのうち、労働の合間には肉体的疲労を癒し労働効率を維持するための休息時間が設定されるが、その際に飲食を行う人がいる。間食を行い世間話などをして過ごす、休息のことを農作業などではお茶と呼び、現代でもコーヒーブレイクやティーブレイクといった形で、コーヒー、紅茶、緑茶などを用意し、 簡単に飲食を兼ねた休息をとる。また、休息や談笑を兼ねて、喫茶店で間食をとる者もいる。夜遅くまで起きている、際の間食は、夜食と呼ばれる。ネパールには、様々なカジャと呼ばれる間食料理がある。代表的なカジャには、桃やャターマり、バラなどがある。栄養学的には、活発な成長期の子供や、肝臓病で肝臓にグリコーゲンを蓄えられない。 場合には、食事の回数を増やして食べる必要が指摘され、その場合には、おやつなど完食という形で、補助的に簡単に食事をとることになる。日本では、厚生労働省が21世紀における、国民健康づくり運動で、完食としての甘味食品、飲料、特に砂糖がう食を誘発するとし、糖類に関する正確な知識の普及と1日3回、 以上を摂取する群の減少を目標としている。間食において、糖類の多い清涼飲料水、高カロリーなスナック菓子などのジャンクフードを習慣的に摂取する場合があるが、肥満を招いたり、さらには糖尿病などの生活習慣病を引き起こすといったケースなどの問題があり、健康を考えて注意すべき行為である。ありがとうございます。